皆さん、こんにちは。フィリピンダボオ情報チャンネルの町田です。どうも、えー、チャンネル登録をしてくださっている皆様、ご無沙汰しております。本当に久しぶりの動画の投稿となります。えー、私自身ですね、フィリピンのダボオにある大学で日本語を教えておりまして、えー、そこがですね、えー、3月以来休校となって、9月にオンライン授業のみで再開するということで、そちらの準備の方で、まずは集中しよう、専念しようと、 えー、思っていたため、YouTube の方は控えさせていただいておりました。えー、授業もやっと、まあ、なんとかリズムに乗ってきたので、YouTube の方も、えー、久しぶりに再開したいと思い動画を作っています。というわけで、まずはフィリピン全国の新型コロナのですね、感染者の情報について久しぶりですけども、お伝えしたいと思います。まずはこちらですね、えー、フィリピン全国の新型コロナウイルスの感染者情報です。本当に久しぶりですけども、今どうなってるでしょうかね。はい。 こちら一番上に出ている数字が58,127人ですけども、これはですね、感染者の総数から回復者の総数と、えー、死亡者の総数を引いた数、現在も陽性の状態が続いている人の数を表しています。58,127人ですね。その下の黄色い四角の中に書いてある数字が、えー、新規感染者数です。2,833人と、未だに多くの感染者が出ています。はい。 そして右側のちょっと下の数字ですね。これが感染者の総数でして、29万4591人と、このペースで増えていってしまったら、もう少しで30万人感染者の総数が到達することになります。まだですね、フィリピンでは新型コロナウイルスの感染が未だに続いていますので、油断できない状況が続いております。そして真ん中の円グラフですけども、マイルド86.5%となって、 なっていますのは、現在感染している人のうち、軽症の人が86.5%ということを表しています。そしてその下に9.2%、これが無症状の人。そして重症の人が1.3%で、致命的な症状の人が3%ということを表しています。続きましてこちら、左手が回復者の総数ですね。こちらも多いですね。23万1373人となっています。 で、新たな回復者数が765人ですね。で、右手が死亡者の総数、5091人と多くの方が亡くなっています。そして44人の方が新たに死亡したということが本日、えー、本日9月23日付で報告をされているという情報です。続きまして私が住んでいるダボウ地域についての情報ですね。こちらも一番上の情報、434人という数は、 感染者の総数から回復者数と死亡者の総数を除いた数ですね。現在も陽性の状態が続いている人たちが434人ダバオ地域におります。そしてその下、63人というのが新規感染者の数です。そして右下の赤い四角の中ですね。こちらが感染者の総数2729人となっています。そしてダバオ地域の円グラフは、 フィリピン全国とはちょっと異なってまして、ほとんどが無症状の人なんですね。アシンプトマティック無症状の人たちが72.4%となっています。えー、続いて、えー、マイルド、軽症の人たちが21.9%。続いて、重症が5.3%で、最後に致命的な人たちが0.5%となっています。はい、続いてこちらが、 えー、ダボー地域の回復者数、新たに24人出ていまして、回復者の総数は2217人となっています。その隣です、えー。死亡者が新たに2人出ておりまして、死亡者の総数が78人となっています。はい。というわけで、これ、久しぶりにフィリピン全国とダボー地域の感染者の情報についてお伝えしていますけれども、まだですね、私が住んでるダボー地域、ダボー市内の様子ですけれども、 もうマスクはもちろん毎日必須ですね。そしてショッピングモールに入るときまたは公共の交通機関に乗るときはフェイスシールドも今も必要となっています、えー。特にモールに入る際はフェイスシールドがないと入れないですね。はい。なので買い物中はもうみんなフェイスシールドをつけているという状態です。もうそれが今もう日常となっていますね。買い物に行くときはもう常にマスクとフェイスシールドをつけています。 でモールですけども、一応以前のように本当に外に出られないという規制はだいぶ緩和されまして、人はだいぶ外に増えてきてはいますね。車もまあ増えてきてはいます。まあ、ただコロナ前のように本当に週末も人でごった返したりだとか、そういうのはまあないですね。モールの中のスーパーマーケットがやっぱ混んでるというのはありますけども、皆さんやはり結構買いだめするような人たちが多いので、列も長くなってしまうというふうになっています。 結構閉まってしまっている、営業をやめてしまっている飲食店ですとかも見えたりもしますし、そうですね、コロナの影響で仕事をなくしてしまったという声も耳にします。それが理由で学業が続け、親がやっぱり経済的に大変なので、学業が続けられないという大学生とかもですね、いたりもします。はい。 なのでですね、今生活している感じとしては、まあとはいっても外には結構出れる人が増えているので、気をつけながらもですね、まあ生活する分には何とかできているかなという感じですね。ちょっとやっぱりモールにいる時とかは、えー、そのいわゆる、要はフェイスシールドしなくちゃいけないとか本当にめんどくさいかったりしますし、えー、店によってはですね、えー、名前を変えて、 えー、検温したのを書いたりして、そういう情報を出さなくちゃいけないっていうところもあったりするので、結構面倒だなと思うことが、えー、多かったりもします。はい、それが今の私が住んでるダバオ市の状況ですね。また地域によって規制のレベルが異なるので、えー、ちょっと違うことも、えー、フィリピン国内の中でもあるかと思います。はい、そして今日はですね、皆さんバーマンスという言葉を聞いたことがありますでしょうか。バーマンスですね。こちらですね。 バーというのはフィリピンで9月に入った途端にですね、バーマンスに入ったということでみんな喜んでいたんですけど、どういうことかと言いますと、英語で9月、10月、11月、12月は全部後ろにバーがつくんですね。セプテンバー、オクトーバー、ノベンバー、ディセンバーと。じゃあそれが何なのかと言いますと、もう9月に入ったらクリスマスがもう近くなったということで、フィリピンの方たちはもう喜ばれるんですね。もうクリスマスのシーズンだねと、9月に入ったらもうそうなってしまいます。 なのでですね、9月になると、モールに行ったりすると、クリスマスソングが流れたりするんですね。そうじゃなくても、ラジオとかでももうクリスマスの曲が流れていたりします。本当にフィリピンの人たちはクリスマスというのを大切にして、また本当に楽しみにしているんですね。そして、えー、本日は、これも Facebook 上で結構載ってたんですけども、今日がもう今年残りあと100日ということらしいですね。そういうことも載っていました。 なかなか日本ではそんな残り100日とか言わないと思いますけども、フィリピンのですね、特にニュースの関係の Facebook の記事にはあと100日だということが載せられていました。まあ残り100日ということでですね、私もあ YouTube 本当に久しぶりに再会しないとということで、それがきっかけで今回動画を作っているというのもあります。そして本日ですね、ちょっと私が、私の本業である日本語教師ということで、 教育についてちょっとお話しさせていただきたいんですけれども、実はもう私立学校はほとんどですね、始まっているんですね、9月ぐらいからですね。そしてオンライン中心というところが多いです。まあ対面というのが基本的に禁止されているので、オンラインもしくは宿題とか課題を与える方式どちらかを使う、もしくは両方使って教育を行うようにということで国から教育機関には言われていまして、はい、そえー、私が勤めているところでは、 もう全部オンラインでやっています。大学生相手の授業ですね。で、私立の学校ではですね、もう今年度は開学できないと学生が集まらないし、そのオンラインやろうと思ってもできないので、開校できないという学校も少なくありません。まあ、全国的にもですね、やはりコロナの影響で、親御さんが経済的に打撃を受けているので、学問を続けるのが難しいという学生さんも多いようです。まあその中でですね、 教師も学生もそして義務教育のお子さんをお持ちの方親御さんも含めて試行錯誤しながらオンライン授業に取り組んでいるというところでございます。まあ、授業をしていてですね、また周りの先生たちから話を聞くと、やっぱ問題なのはネット環境ですね。まあ、結構教育機関、教える側はまあまあある程度安定してるんですけども、やっぱ受ける側は本当に家庭環境によってはなんとかギリギリ、あのー、 ネットもですね、そんなに安いとは言えないんですよね。日本と比べたら安いかもしれないんですけれども、えー、今までね、そんなにインターネットにお金使っていなかったところもう絶対必要だということで、お金がインターネットの方で必要となってしまうというのが難しくて、あの、安定した固定回線を引いてる、引けてるところはまだいいですけれども、そうでないところですね。本当中には学生さんではですね、 学生さんの中にはですね、あの、携帯電話だけでパソコンがないので、携帯電話だけでオンライン授業を受けているという学生さんも結構、みんなではないですけども、中にはいたりもします。まあ、そういった学生さんの場合ですとか、あとは地方にいる場合、やっぱネット環境が悪くて、えー、つなぎたくてもつなげられないとか、またつながったりつながんなくなったりと、えー、そういうのを繰り返したりですとか、なかなか えー、今まで対面授業でやってたようにスムーズに授業を受けることができないという学生さんもいらっしゃいます。まあ教える側としてはまあそういった学生さんが、えー、いながらもなんとかですね、オンラインに対応した授業をということで頑張ってやっています。まあところがですね、えー、まあ あまりないんですけども、まあフィリピン国内の事情もあって、一昨日なんかはですね、私が住んでいるダバオ市の周辺全体でインターネットがダメになってしまいまして、もうオンライン授業はもう一切できないという、そういう日もあったりもしました。まあそんなにこれが頻繁にあるわけではないんですけども、ああやっぱりこういうこともあるんだなということを感じたりしました。まあそんな中で、9月19日にフィリピンのドテルテ大統領は、 新型コロナウイルスの感染拡大が現在も続いているため、国家の非常事態宣言を延長しまして、2021年来年の9月12日まで延長するということを発表しました。先ほどお伝えしたように現在もね、死亡者も出続けていますので、世界的に見てもまだコロナ収束していないですけども、なかなかですね、ここまでだという先がまだ見えないですよね。そんな中、フィリピン政府は、 一年延長ということで、もう長期戦に備えているんだなと思いました。ということでですね、教育も対面授業できればしたいというのはあるんですけども、もうしばらくはオンライン授業という形態が続くんじゃないかなと思います。本当大変な中ですけども、えー、まあ中にはですね、これを見てくださっているフィリピンでですね、お子さんお持ちの親御さん本当にオンラインになってですね、機材揃えたりですとかネットの環境を 整えたりですとか、または中にはお子さんのね、あの、勉強の様子を前よりも見なくちゃいけないとか大変な方もいらっしゃると思うんですけども、まあもうこれは本当に対応していくしかないかなと思います。はい。というわけで今日は久しぶりに近況を含めて感染者情報とお伝えしました。また今後もですね、フィリピンとダボアの情報について引き続き発信していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。